微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種は、悪性リンパ種の種類の一つで、小型リンパ球の2倍を超えた、あるいは正常の組織球の核と同等かそれ以上の大きさの核を有する大型の B 細胞性の主要細胞が微慢性の増殖を示す、非保持ンリンパ種。生物学的、臨床病理学的に異種なものを包括した疾患概念のため、 口述するようにさらに細かな分類がなされている。一部の DLBCL は低悪性度リンパ腫からの組織学進展から形質転換したものである。ガツ単位で病気が進行する中悪性度に分類される。日本では全悪性リンパ腫の33.3%を占める。一部の DLBCL は EB ウイルスによる B 細胞の使用化が病院とされるが、 それ以外のほとんどの DLBCL の病院は不明である。風分類第4版で提唱されたアップデーテッド、キール分類を踏襲した分類これらは、風分類第4版では独立した疾患分類となっている。下記に該当しないものが上記の競技の DLBCL である。他のリンパ腫との中間的な特徴を有し、分類不能なもの病気、分野年齢。 合併症に応じて治療を決定するが、主に以下の治療が選択される。ありがとうございます。